さあ、ここからですね、今チャットの隣に現在発売中のアンハード罪の代弁をご紹介します。なんか山本さんすごい、なんかいますね、いますね。え、怖いゲーム、なんかゴールドエクスペリエンスが進化したみたいな。なるほど、あ、いますね。怖、さあどんなゲームなのか、悲しい、教えてちょうだい。はい、本作は犯行現場から聞こえてくる声から容疑者を特定し事件を解決していく新感覚推理ゲームです。あ、うんうんうん、レイヤーは探偵となり、過去の音声を聞くことができるタブレット端末を使って事件を推理していきます。キャラクターを操作して進めていくのではなく、声の中に全ての手がかりや行動、動機が隠されており、その場にいる人たちの会話を聞きながら事件の核心に迫っていきます。なるほど。もう我々が好きそうなジャンルではありますけれども、まあこの昔そういうの、昔っていうかよくあるんですけど、卓上っていうか、その情報だけで、あの要するに部屋から出ずに、非常じゃないけど、そういうのに近い。だから我々はそのタブレットで情報を得て事件を解決するので、その起こった事件を未然に防ぐことはできないというわけで、はい、あと音が何より重要だそうで、ちゃんと聞いてくださいねと。はい、はい、だからこう取材っていうか、あれを取り調べとかはできないってことね。できない、できない。起こったことを聞いて推理するだけ。だから事情聴取もできない、自分が聞きたい質問もできないし、物を触ったりとかもできない。なんかそのカシャンとか、そんなの聞いとかなかった。だからそう、会話とか音が大事っていうから、そうか、どこでカシャンってなったら、じゃあ何がどこで落ちたのかとか、そういうのを見なきゃいけないってことだと思われます。はい。うわて、なんもやってまへんで、とか、そんなやつおんのかな。もういるんじゃない、いるかもしれない。そんなベタなやつおからさばおかしい人いるかもしれない。わて、じゃあまあ早速ね、まあ行ってみましょう。はい、やるのが一番ね。じゃあゲームからお願いします。ようこそ、ちょっと探偵さん。音量びっくり。ややこしい、この怖い時に音量ってややこしい。あ、タバコ吸ってる。疑問でいっぱいという様子ね。事件の捜査をするために我々はあるシステムを開発したの。はい。ただこれは少し特別なシステムで、だから私たちはテストを行って適合者を探しているというわけ。あなたこそ私たちが探している人物。私たち優秀ですよ。まずスピーカーをオンに、もしくはイヤホンを装着。もうやだ、予感やだ、怖い。でもよかった、スピーカーで。まだテストは簡単よ。いくつかの絵を見て。いくつかの絵、何が見え何が聞こえたのかを教えてくれればいい。怖い。目の前のディスプレイを手に取って。ディスプレイですか、ちょっと遠いです。あ、これですね、手に取ります。聞こえてくるでしょう、この絵の音。ちょっと言ってること中二ですね。あ、なんか入ったかも。あ、再生、はい。あなたの名前は？金井隼人だ。あ、ちょっと待って、ヒント、マレジムズ、はい、この人はさっき何て言った、金井隼人、この人です。何度も言わせるな。でも車の所有者名は金井海人とあるけど。兄貴の車を内緒で借りてドライブしたんだよ。お兄さんとよく似てるわね。双子だ。双子だからな。兄貴は社長としてネットでも顔が知られているから、なんでちょっとよく間違えられる。これまで飲酒運転や暴行を繰り返し、改めようともしていないようだけど。やば。ああ、それは全部友達のせいだ。俺は止めたのに聞いてくれないんだ。え、ちょっと待って。そう、麻薬所持しているのは誰かっていう事件なのこれ。はあ、それの取り調べってことね。今回はこれを、この人を私たちは探し出す。
ただ問題は、要するに車にあったんならば、どっちがどっちのやねんってことね。あ、そうね、まだわからないね。ようあるやつよこれ。続き聞いてくね、はい、もう絶対しないからさ。今回飲酒運転以外に言っておくことは、ああ麻薬ないけど。では麻薬について何か知ってる？ああ、麻薬知らないよ。どう今の、どう今の、どう、知らないようだった、どう、大丈夫？やらちゃん的にこれだからどっちともと思ってどうなる、うん、今のやとね、麻薬素直に知らなそうだったけどね。どうだろう、じゃあ続き聞いてきますね。質問は以上よ。ここで少し待っていて。麻薬ああ、私が移動した。これは私なの？この黒いの、黒いの、黒いの私です。今ついでてます、彼女。これが何？これこれ、それ刑事？あ、やばい、怖い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 。めぐれさん。さっきはどうだ？めぐれ。ちょっと待って、なんだって？めぐれさん。めぐれさん。めぐれさん。この人の名前まだわかんないよね。うん。自分は金井隼人で何も知らないと。証言と一致するな。よし、一緒に取り調べ室へ来てくれ。いや、でもだからこれはまあ、分かるじゃん。こっちが貝でしょ。そうなの？え、だって双子、え、双子だから。双子だから。いや、双子だ。いや、やつは俺が相手をする。あー、後で調書にサインしてもらうからここで待っていてくれ。はいはい。どっちついてく？こっちか。まあ、はい、一人では喋らへんから。うろすな。なあ、刑事さん、麻薬って何なんだ？今俺の質問が先だ。名前は？金井ハヤトだ。あ、はあ、嘘。こっちだ。じゃ早いな。あ、ごめんごめん、ごめんなさい。お前が金井ハヤトなら、隣の部屋にいる金井ハヤトは何者だ？あいつも来てるのか。ここや。もう一度聞く。そういうことやんな。うん。隣におんのが本当にハヤト。なるほど。うん。お前は誰だ？みんなしゃくれ気味なのね。金井カイトだ。こっちが、はい、こっちがカイトですね、はい、弟のふりをするのは今回が初めてじゃないな。ハヤトが弟？ただの飲酒運転ならまだしも、今度は麻薬所持まで弟になすりつける気か？だから麻薬所持ってなんだよ。お前の車のトランクから1キログラムの麻薬が発見された。はあ、俺は知らないぞ。とにかく弁護士を呼んでくれ。ご自由に行こう。木村弁護士が来てから取り調べを再開しますか？ごめんなさい、木村ね。木村です。やつは最初から嘘をついている。裁判になれば必ずそこが問題になるだろう。あとは証拠が全てを説明してくれるさ。ああ、弁護士が来ても無駄だ。さあ、行こう。お、一度目の人生、再生が終了。真実の全貌は解明されていない。じゃあもう一度聞きます。ほら、ここにほら残してったじゃん。うん。こっちの聞こうぜ。こいつが一人で何をしていたか。ブツブツ言ってるから。さあ座って。ちょっと待って、これはハヤトの方ね。はい。ええ、人もブツも調べはついた。
君の告発は確かだったが、わからないことが一つある。なんかコロンボみたいな。なぜ自分の兄を告発したんだね。自分先にあいつをやらないといつか俺がやられるからだ。どういうことだい。俺たちは双子だ。あいつは子供の頃から何かやらかすたび責任を俺になすりつけてきたんだ。そのおかげであいつは出世したのに、どうして俺だけがこんな目に遭い続けなきゃならない。なぜ身代わりになろうとした。あいつが家の跡継ぎだからだ。だが俺は出来損ないのボンボンだ。身代わりになっても失うものはない。悟りきったようなことを言うね。だが実際あいつは今も自分が金井隼人だと言ってるだろう。今回身代わりにならなかったのは、うん、だって麻薬所持だぞ。そんな大きな罪背負ってたまるか。ここでトントンってきた。どういうことか。あ、なるほど。今度こっちに残っててみようよ。恵さん、そっちはどうだ。自分は金井隼人で何も知らないと。証言と一致するな。よし、一緒に取り調べ室へ来てくれ。でも怪しいけどね、お前。奴は俺が相手をする。お前怪しいぞ。あー、後で調書にサインしてもらうからここで待っていてくれ。はいはい。こっちなんか悪者の声してるもん。電話や。あ、電話じゃない。もしもし、俺だ。今警察署だよ。あと一息だ。誰か来る前に要件を言うぞ。ブツを売った売人の口封じをしてくれ。今すぐ。答え分かったけどどうする。最後まで聞く。了解了解。っていうか普通に携帯取り上げるか。警察をバカにするなよ。1キログラムの麻薬なんて簡単に手に入るもんじゃない。警察はすぐ出所を突き止めるぞ。そうなりゃ売人は全て俺の計画だと吐く。その前に警察。お前さっき刑事と話したが何も疑われちゃいない。順調さ。私たちは疑ってますよ。今頃兄貴は隣の部屋でバカ芝居をやってるよ。自分の首を絞めるとも知らずにな。安心しろ。ブツは奴が酔いつぶれてる隙に俺が乗り込んだんだ。気づいちゃいないさ。身分詐称に偽証。しかもブツの出所も白状できない。今回ばかりは罪から逃げられないさ。だが喜ぶにはまだ早い。売人の始末はさっさとしておけ。済んだら連絡をよこせよ。そろそろ切るから。ちょっとやばすぎ。まあそれぐらい。今回は世話になった。いくら親父が兄貴をひいきしてても、今回ばかりはもうダメだ。俺が後継ぎになったら、お前にもちゃんと礼をする。もう切るぞ。はい、じゃあ分かったので。はい。あれ、もう一度聞く。今のもう一回聞くのか。じゃあ回答しましょう。うん。犯人は隼人の弟の方ですね。うん。合ってますか。いいですね。はい、はい、確認する。ん、解決する。あ、このムービーが流れたってことは正解だそうです。あ、麻薬知らないよ。知らないよ、本当の知らないよだったね。なぜ自分の兄を告発したんだった。もう一度聞く。お前は誰だ。分かったよ。金井海人。お前の車のトランクから1キログラムの麻薬が発見された。安心しろ。ブツは奴が酔いつぶれてる隙に俺が乗り込んだ。1キロも。双子が身分を交換していたですって。さすが探偵さん、面白いことを言うのね。ね、海外ドラマみたいだね。うん。はい、というわけで
事件の全貌を悲しいの方から。はいはい。何々は事件を起こした際に自らを双子の弟である丸々と偽る。だからカイトってことやな。カイトがお兄ちゃん、カナイカイトが、ハヤト、カナイハヤト、ハヤトと偽る癖が、この家では、うん、カイトお兄ちゃんの方がこの後継ぎやから、そうそう、何かあったら全部弟のせいにしてた、ね、してたと、うん、でカイトは跡取りの息子で、うん、はい、はい、飲酒運転をもみ消された、うん、弟ハヤトだね、うん、ハヤトは兄の跡取りを追い出すために、うん、兄のカイトだね、うん、はい、という事件でした。はい、このボード助かりますね本当に、うん、はい、なるほど。まあでもだからこのシステムがないと、うん、カイトがそのまま捕まってたってことね。いやだから、けでもでも知らんわけやん、我々は音を聞けたから、そうそう、ハヤトの悪事に気づけたけど、これこのシステムがなかったらカイトはまんまと警察捕まって、いやだからわかんない、これ過去の話でもう、もう何年も前の話なのかもしれない、それはわからない、まだこれリアルタイムの事件を私たちが解決してるのか、え、そんな続く話なんこれ。いや、そもそもだからその設定はわからない。だからこれ俺らは試されてんやろ、1個目のな、1個目の事件で、で俺らはだから解決した、解決したってこと、ね、いや弟が全部仕込んでたんですってことよね。解決したけど、うん、この相手の女性が警察の方かもわからんし、よくわからない、これなんでやらされてんのか、だからカイトさんが助かったのかわからないってこと。次の次元に行きましょう。これは続けるを押せば、あ、はい、もう気づいたでしょ、あなたが調査したのは過去の監視記録、過去の記録だよ、我々が生誕システムと称しているものに監視記録を組み込むことで、過去の事件を音声で再現できるの、うん、でもさっきの絵は簡単すぎて、ね、そうですね、だいぶ早めに分かります。次は少し難しくなるわ、難易度が。じゃあ行きますか。はい、これはある美術館の絵、うん、展覧会で飾られる予定だった絵は額縁しか残されていない。なんか左側から、誰が絵を盗んだのか教えてくれる？ごめん、話聞いてなかった、なんだって、誰が絵を盗んだのか、誰が絵を盗んだのか、額縁しか残ってない、結構登場人物が一人いる。ここにじゃあ再生していきます。二つ問題があります。最初に本物の絵を盗んだのは誰かと、最後に本物の絵を手に入れたのは誰か、この二つを回答していきましょう。じゃあ開始します。これは野上さん。野上さん。野上さんが来ました。この人は野上さん。はい、どうしました？館長、先日。館長。館長、あ、ごめんごめん、ね、名前、はい、上、一番上、はい、ありがとう、じゃあ画像ありがとうございました、あれは素晴らしいまさに名作です。そうでしょう、しかしあの高画質の画像はご自分で楽しむだけにしてくださいね、うん、決して人に見せてはいけませんよ、近頃は絵画の偽造もいろいろなやり方がありますから。誰からだ、しっけ偽造そんなことをしそうに見えますか？見えませんとも、いや見えます、喋り方が、またか、俺はただのコレクターですよ、大先生の絵を事前に確認したくて画像を送ってもらっただけです、今日はあの絵を買うつもりで現金も用意してきましたからね、
しかし今日はおそらく出ても大丈夫ですよ。すみません、とにかく館長本当にありがとうございました。あ、ではちょっと失礼して。追いかけないで一応ここの中の話聞きますね。5分あるので、はい、いいかな、うん、はい。山下よ、大先生、探しましたよ。昨日は作品が飾ってあったのに、さっき見に行ったら額縁だけになってるじゃありませんか。小村さんによればこのまま額縁だけを展示するそうですが、どういうおつもりです？山下、今回の展覧会のテーマである失う、山下、多分館長の名前が山下、山下なのね。この人の名前分かってないよね。まだ分かってないです。アーレツは美学についてどう思う？それを見に来た連中はただの額縁に熱狂している。奴らは周りの作品よりこの老いぼれが適当に置いた額縁に価値があると本気で思ってるんだなあ。真の芸術はどこへ行ったのか。はあ、おっしゃる通りです。業界の雰囲気は以前からこうですな。雰囲気だけの問題じゃない。今や大衆は権威や資本に盲目的に従うだけで自分の意見というものがない。だからわしはパフォーマンスアートを計画したんだ。泥棒を雇い、わしの絵を盗ませて市場へ流出させる。いつか誰かがわしの絵を探し出してくれたら、わしはその絵にサインをし自分の作品だと認めよう。さすがです。何言ってんの。大先生の作品を求め、多くの人が失われたこの絵を探そうとするでしょう。署名のない無数の絵が先生の作品だと思われるかもしれませんね。もしもし、マナーボードにしろ、美術館だぞ。やっとか、これで始められる。では大先生、準備はよろしいでしょうか。うん、これからみんなには身の回りにある全ての絵を見直してほしいと思っている。そうやって絵を探す過程こそが美学の再発見であり、わしの絵が見つからない限り失われた美学というパフォーマンスアートは続くことになるのだ。そしてその絵が見つかった時こそ美学は復活するのですね。ただ感傷に盗んだ人最後に、まあ、いかにも。ついてきます。先生、探しましたよ。もうすぐ開会式です。皆さんお待ちですよ。皆さん、本日はご来場いただきありがとうございます。ここに展示された額縁について疑問はあると思いますが、失われた美学展覧会を開催いたします。では奥崎先生、ご挨拶。これじゃない。本日皆さんにお目にかけるのは、おじいだき先生って何とか崎ってある名前。あ、飼育行かないんだ。これは野崎の下よ。何回か行ったのか。だから来たの知ってる。そこら辺だね。そこら辺だね。ちょっと待ってね。やり直すってそこまで戻っちゃうのね。ごめんなさい。ですよ。皆さん、本日はご来場いただきありがとうございます。ここに展示された額縁について疑問はあると思いますが、失われた美学展覧会を開催いたします。では沖崎先生。沖崎先生、こっちだっけ。沖崎、ご挨拶を。本日皆さんにお目にかけるのは、
わしが一年をかけて書き上げた新作だ。だがこの作品が世に出る過程はこれまでとは少し違う。なぜなら、その絵はつい先ほど名もない泥棒に盗まれ、美術品市場に流出してしまったからだ。もうすぐ開会式ですよ。これ警備員か？分からん。警備員で入れとくね。じゃあ一応。絵にわしの署名はなく、写真も残しておらん。的に金髪あれ、非常にちょっと待って。数多くの絵のどれがわしの作品なの？なんか いろんなとこでしょ。いろんなとこでいろんなことが起きて、どこ聞きに行く？どれを中心に聞く？とりあえずでも崎さん、こっちの話ちゃんと聞く。了解。わしはない、わからないだろ。だがいつか芸術を見極める目を持った誰かが見つけてくれたら。館長、盗まれた絵取り戻しました。もう一つあるとか。もう一つ？え？もう一つって言った？はい。もう一つあるのか。もう一つあるのか。こっちが言ってるね。こっち聞きに行く、はい、今その部分。この人たちが2人で話し始めてるあたりを聞こうか。この辺から聞こうか。じゃない。あれ、非常に溢れる数多くの絵のどれがわしの作品なのかは前川ない。分からないだろ。前川前川奥だ。これだが、いつか芸術を見極める目を持った誰かが見つけてくれたら。館長、盗まれた絵取り戻しました。一緒に入っていったやつ誰なんやろ。こっち、じゃあ今度そっちまで飛ばすね、うん。で中に入っこの辺からでいい？うん、入った時は手ぶらでしたよね。あんたには関係ないっす。何を盗んだ、見せろ。ほらよ、どうせ休まんっすよ。あ、外出ないと。盗まれた絵取り戻しました。もう一つあるとか。これぞ美学の復活ですね。三つ存在しているね。じゃあ電話の話でも聞き。誰があれなんだったっけ。前川が誰だっけ。前川と野上がさっき喋ってて、前川の方にいてみようか。出ろよ。でもずっと電話してるやつやから。前川が野上に電話。ああ、なるほどね。じゃあここはいいか。沖崎の方にする。沖崎は先生か。そうやね。どこにいるんだ。誰かを探してる。道に迷っただと。 A2 棟だと言っただろう。丸い建物だ。早くしないと展覧会が始まってしまう。急げ。着いたら保管室へ行け。金庫がある。誰にも気づかれるなよ。どこが深い。ここ頼んだぞ。終わったら連絡しろ。やっぱ最初に盗んだのはじゃあ先生の回し物だね。失われた美学ですよ。さあど
うする、ここの話を聞くか、この時のこの人たちを聞くか。そいつはずっと多分電話してるね。じゃあ先にこの人たちがいつからいたのか。これが電話してた相手だ、相手じゃない、うん、こっち側の人の話を。じゃあちょっと戻るよ、はい、迷ってて、ああ入ってきて、ここっすかみたいなこと。この辺からでいいかな。じゃあ、ああ、分かった、ここっすね。あ、やっぱ今着いたっす。こうだね。俺はこの辺りを走る全部のバスで、まあいいっす。エース、暗証番号はバッチリっすよ。安心するっす、俺プロっすよ。金髪は失敗知らずって評判なんすから。金髪っていた、はい、あ、金髪ね、さすが悲しい。そういう風に呼ばれてると思う。金髪が最初に盗んで。お兄さん、これ失われた美学とかいう展覧会ですか。失われた美学ですよ。そうそう、それそれ。じゃあ保管室ってどこ。そっちですが、何のご用です。もうすぐ開会式ですよ。どうもーっす。またかけてこい。開会式まであと2分です。小村さん、皆様。小村さんって言った。誰か言ってました。でもそう、警備員が言ってないじゃん。でも書いてないから、うん、まだいいんじゃない。金髪追いかけるよ、うん、そうはい、どうぞご着席ください。すぐ行きますから。保管室散らかってるっすね。金庫はどこっすか。うん？何ん？金庫が分かんない？お、これっすね。見つけた。パスワードは。ここ誰も入ってないもんね、はい、ずっとこの人たちは。じゃ、ゲット。楽すぎて手応えなかったっすね。まあ、ギャラも安いし、こんな小さい絵には大した価値もないっすよね。小さい絵。手に入れたっすよ。やばい。前川。前川に聞かれる。じゃあ残金は？もしもし。おい、くそ。なあ兄ちゃん、ライターあったら貸してくれ。トイレ？トイレですね。何抱えてんだ。うわ、これっすか。それ沖崎先生の複製画だろ。俺も一つ買ったぜ。ほら。そう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 、持ってる。兄ちゃんも一本どうよ。館内はどこも禁煙でしんどいよな。そうっすね。じゃあ一本もらうっす。最初に盗んだ前、こっちの方か。でも複製画って、でもそうそうそうって言ってるってことは複製じゃないのよ。絵を見るだけなのに、うん、本当はルールが多すぎんだよな。うん、分金髪が持ってるのが複製画ってことですか。3枚あるから。ああ、俺もそう思うっす。あれ、あ、よかった、よかった。煙に反応した。あんた何するんすか。いや、悪い悪い。ほら、お前さんの絵。じゃ
俺は先に行くぞ。今ので絵入れ替わったな。うん、入れ替えた気がする。わしは1年をかけた。あ、どっち聞いとく？金髪の方聞いとこうか。じゃあ、おお。その絵はつい先ほど名もない泥棒に盗まれ、あ、もうここ戻ってきたから、だから前川やな。うん、前川が、それはだってあの安ポンスよっつって逃げていくやんか。でも本物、金髪はそれが本物やと思ってるわけよ、金庫にあった。そう、じゃあ前川がさ、トイレで何喋ってるかをじゃあ確認して、ね、はいはい、最初戻りました。じゃあ大丈夫、それで、ポチャンとかならねえ、タバコ、じゃあタバコ、エロよ。あ、そうか、前川でもこいつに電話してるもん。野上に電話してんだね。もうこの時点で持ってるんだよね。うん、でもこいつが持ってるのはそのレプリカだよ。金髪が来た。レプリカなのかな。ん、また切りやがった。何してんだ。ちょっと待って。ん、これそもそもさ、この展覧会って、うん、先生が描いた絵を見つけなさいっていう展覧会だよね。先生が描いた絵を見つけなさい、どっかにあるから本物が誰か見つけてくださいっていう特殊な展覧会だよね。いや、違うの。あの、普通に展覧会だったんだけど、なんか絵が思考じゃないの。あの、絵がないのは先生がその亡くなった方が価値が上がるからって言ってて、先生は絵を盗ませてるわけよ、金髪にね。おうおう、あ、だから別にそういう思考っていうのは分かってるわけでしょ、お客さんは。絵がない？うん。え、うん、ここ今最後の発表で絵がないことをお詫びしてたんだけど、ケビンが見つかりましたって言ってると、うん、どこでした。え、先生、ほんだら何喋ってたん、さっき。先生はだから見つからないというそのレアリティ感っていうのを、だからその方が価値が上がる、自分の絵の価値が上がるから、もしなくなった絵が出てきたらサインして価値上げてやるよっていう話をしてました。だからわざと。お客さんは、お客さんいっぱいおんやろ。お客さん来てらっしゃってて、この先生の絵を見に来てます、うん、でいざ始まったら、その一番目玉である絵がないですよっていう発表をして、で絵がありましたって言ったら、あっちにもこっちにも絵がある、うん、どっちが本物だっていうので終わったところです。だからそれは客は知ってるわけでしょ。客は知らないです。お客さんはここで初めて発表を聞いて絵がなくなってるってことに、はい、初めてそこで聞いて。ないのに、初めからまだ始まったばっかりなので、あので、館長挨拶が始まって、え、なんで言えないんだろう、なんで言えないんだろうって言ってたら、盗まれましたっていうのを発表したっていうことです。でも拍手してるの。絵がないことがアートだってで、だからそこも込みのってことやろ。え、違います。違います。え、何がちゃうの。違うんですよ。いいですか、とりあえず先進めても。いいよ。で今は、まだ野上がここにね、一人で行った時に何を話してるかを私たち聞いてないので。秘書は関係あるんですかね。秘書ってあの女の人がよく乗った、多分女の人が秘書なんですけど、秘書は別に悪者とかではないんです。分からない。秘書どこだから、野上がここで一人でいる時に秘書が一緒にいるのかもしれないから、うん、はい、先に前川は聞いてから、はい。まだ出ない。そう、今は額縁のみ、はい、飾られてます、うん、
もしもし、さっきはなんで電話を切りやがった。金は持ってきたんだろうな。金。ああ、もしもし。くそ。切れた。また切りやがった。確認ってなんだよ、今更。確認、なんだろう、なんか。やっぱりこっち、今秘書と話してんのかな。行ってみようか。秘書もなんかあるのか。ちょっと一旦、1分35まで前川聞きました。ちょっとこれは、メモっといて、一旦野上が何を喋ってるか聞きに行きましょう。はい。ここに秘書がいる。あ、ほら、やっぱり。問題ないが市場に出たらすぐに買い取らせていただきますよ。もしこれで儲かったらあなたには改めてお礼をしないと。とんでもない。じゃあこれは秘書だね。はい、秘書、秘書、これだ。それです。しかし絵を探すのは諦めた方が、美術品市場など当てになりませんもの。小村さん、それはどういう。先生のお考えはお伝えした通りですが、どうせ盗まれるならいっそ私がと。ん、どうぞご覧ください。これはあの絵じゃないですか。え、いつの間にこれを。2日前ですが何か。ああ、仕事の電話だ。ちょっと失礼しますね。だから写真撮って複製したのがこの野上前川チームで、で金髪はあの金庫から本物を取ったって思ってたけど、本当は2日前に秘書が取ったってことですか。秘書が持ってる。秘書が本物を持ってる今のところ。あ、ちょっと待って野上追いかける秘書、野上、野上了解。お前が持ってるのは偽物だ。残りの報酬はなしだ。開会式まであと1分です。皆様、どうぞご着席ください。保管室にあったらもう偽物だったんだ。いいから早く逃げろ。その絵を先に手にしてしまっては。先生の意思には反しません。それに芸術の価値もわからない泥棒に盗ませるぐらいなら、野上様のように芸術を愛する収集家の手に委ねた方がいいではありませんか。最初が秘書で最後はとんでもない。私はただ大先生の絵が好きなだけです。先生の絵が見つかったら買い取るつもりだとおっしゃっていましたね。具体的にはおいくらほどで。急なことでしたので現金はこれしか用意できませんでしたが、どうぞ。だいぶ安くはなりますが結構です。どうぞ絵をお受け取りください。ただしその絵1年くらいは世に出されませんよ。私の立場やお互いの関係もありますから、万が一誰かに知られたら。分かっていますとも。この界隈で稼ぐには忍耐が必要ですからね。3年の間は誰にも知らせないとお約束します。さすがは野上様、よく分かっておいでですね。開会式が始まりますのでお先に失礼しますわ。はい、また後ほど。野上を追いかけとこよ。はい。最後にだからぶつかった時にどうなってるかだよね、前川と。あのトイレに2枚あるのよね、今。はい。今、そう、うちも偽物。偽物2枚ある、はい、ここに。本日皆さんにお目にかけるのは、わしが1年をかけて書き上げた新作だ。だがこの作品が世に出る過程はこれまでとは少し違う。なぜならその絵はつい先ほど名もない泥棒に盗まれ、美術品市場に流出してしまったからだ。絵にわしの署名はなく、写真も残しておらん。あれ、市場にあふれる数多くの絵のどれがわしの作品なのかは前川、まだいたのけ。だがいつか
芸術を見極める目を持った誰かが見つけてくれたのか。館長、盗まれた絵取り戻しました。もう一つあるのか。で終わりです。これぞ美学の復活ですね。ですので、じゃあ秘書と野上でいいですか。もし全部の話を鵜呑みにするならね、はい、秘書の話聞いとく最初の。確かに。いや、そもそもここに秘書いるんだけど、先生が置いてた絵が本物かっていうのは秘書はなぜ分かったかっていうところもあるの。じゃあ秘書さんのとこ聞いとこ。はい。ええ、買い取ってくれる客が見つかりました。誰と喋ったの。これは先生のとこ、先生が電話してるかどうか確認してみる。先生はでも金あれ金ずっと喋ってるんじゃなかった。道に迷っただけ。これは先生は金髪と喋ってる。これは誰と喋ってるんですかね。あ、警備員。え、おもろ。ちょっと待って、ちょっと再生してみるね。あ、喋ってないわ。じゃあ秘書のとこ戻るね。うん、ちょっと戻して。物を使わないことですから、このやり方なら問題は起きません。しかもあなたの技術、誰も贋作だとは気づかないでしょう。安心してください。これはもともと先生の計画で、私は秘書として少し手伝っただけですから。やっぱもういいんじゃないかな。どうしますか。贋作って言ってることは、つまりこれこそが失われた美学なのですわ。絵を盗んだり探したり、そんな俗っぽいものではなく、人々が巻き込まれていくパフォーマンスアート。え、全員いるよね。私たちはある意味その最初の参加者なんです。うん、なんか第三、ここにいない誰かと喋ってますね。そうやね。うん、じゃあ一旦それで出してみますか。うん、一回やってみましょう。はい、最初に盗んだのは秘書ですね。秘書、うん、秘書で最後に持ってたのは野上。うん、いけいけ、確認する。ん、不正解。いずれも不正解です。ええ、どういうこと。でこうなると、一番最初に秘書が持ったされたもんがそもそも間違いで、で金髪が持ってたやつが本物とするならば、最終的にトイレで入れ替わってるので、一番最初に盗んだんが例えば金髪で。ちょっと警備員のとこずっと行ってみるじゃん今度。いや、一番最初ちょっと金髪やってみて。金髪は、一番最初に盗んだんが金髪にしてみて。え、2回しか答えられないよ。いいの。え、金髪で、金髪で、で次トイレで変わってんか。前かは、うん、これじゃないの。違うか。違うのか。違います。うん、これも違う。秘書じゃないの。秘書が2日前。館長かな。沖崎、ここに、沖崎って先生やね。先生、先生ずっとここに。先生は金髪と話してる、電話で、うん、いるのよ。でもずっとここにいるの。ずっとここにいるってことは自分で盗んでるのかもしれないのそれはない。なんか音、盗んでる音。あれ、なんで金髪あんなうろうろしてたんやろ。探してたってことでいいんかな。うん、
どこにいるんだ。これ金髪で調べてんの。金髪がだから泥棒ってことな。道に迷っただと。ええ、二棟だと言っただろう。丸い建物だ。早くしないと展覧会が始まってしまう。急げ。ことよく聞いて。着いたら保管室へ行け。金庫がある。うん。なんかここで開けてないから。誰にも気づかれるなよ。頼んだぞ。終わったら連絡しろ。何回ですか。失われた美学。いやー。なんもな、開けてなかった。開けてないけど、でもずっとここにはいた。保管室。この盗んだを館長とすべきなんかね。一番最初に。じゃあ先生っていうふうにするのかね。ね、先生。要するにその絵があそこにないわけやから、一番最初に盗んだのを先生ということにするべきなんかね、これは。ちょっと先生にしてみる。うん、先生で、なんだっけ先生の名前。おきざき。おきざき先生で。先生が自分の絵を演出として盗ませて。最後に持ってたのは下金。いや、まあ、どれも合ってないのか。じゃあ金髪にしてみる。いや、秘書にしてみる。そうやね。違うって。じゃあ、秘書の話を最初から聞いてみましょうというアドバイスをいただいたので、はい、秘書さんの部屋に行き、ゴン族の話してたけどね、でもね、うん、最初から聞きますね。ええ、買い取ってくれる客が見つかりました。先生の計画だって言ってたけど。もちろん安全です、ご安心ください、うん、私のポリシーは本物を使わないことですから。本物を使わないことって言ってる。このやり方なら問題は起きません。しかもあなたの技術、誰も贋作だとは気づかないでしょう。最初に本物を盗んだ、本物を買わない。安心してください。これはもともと先生の計画で、私は秘書として少し手伝っただけ。わかんないんだけど。ですから通報の心配はありません。じゃあ前川が持ってるのが本物なの。ていうか、もう本物の金庫から持ってないみたいな。これこそが失われた美学なのですわ。館長が野上に渡したもの。そんな俗っぽいものではなく。ん、一番最初に館長のはあれ、あの写真だけ、ね、そう。でこの写真が画像がめっちゃ良かったから、でも良すぎるから悪用しないでくださいねって言ってた。ねって言ってた。そう、贋作作んないでねって。人々が巻き込まれていくパフォーマンスアート、私たちはある意味その最初の参加者なんです。誰と喋ってんの。でもいないのよ、この中には。野上様、今どちらに。野上、いただいた情報のおかげです。まさか大先生があんなことを考えていたなんて。問題の絵が市場に出たらすぐに買い取らせていただきますよ。もしこれで儲かったらあなたには改めてお礼をしないと。とんでもない。しかし絵を探すのは諦めた方が。美術品市場など当てになりませんもの。小村さん、それはどういう。先生のお考えはお伝えした通りですが、どうせ盗まれるならいっそ私がと。どうぞご覧ください。野上が電話で、あの絵じゃないですか。秘書が何か、いつの間にこれを。確かに2日前ですが何か。ああ、仕事の電話だ。ちょっと失礼しますね。何も言ってない。でも本物を使わない主義なのね、うん、だからレプリカ、うん、偽物贋作を渡してるってことね。渡して、うん、
ってことは話の続きをしましょう。その絵を先に手にしてしまっては先生の意思には反しません。それに芸術の価値もわからない泥棒に盗ませるぐらいなら本物がもうどこにあるかわかんないよ。愛する収集家の手に委ねた方がいいではありません。だから先生がクセモヤとすると、うん、金髪に盗ませたのが本物ならば、さっきそれやらなかったっけ。でもそれだ、その時それ先生とあそこほんまに入れ替わってんのかな、ここにぶつかった時、うん、そのワオワオってなった時に、うーん、そのタバコで、タバコの煙で火災報知器がなんか最後シンプルに警備員じゃない、警備員の話ずっと聞いてみる、それのはどうですか警備員のとこずっと行ってみる、前川のところを最初から、最初でもちょっと、あ、前川の1分35秒までは聞いたから、その続き聞いてみましょうか。ここまでは聞いたので、だいぶ長いね、うん、え、お兄さん、いや放送事故になるわこんな警備員なんでもないのかな、うん、金髪が来るんでしたっけ、あ、電話、今こっちと電話じゃな、うん、おい、どうなってるんだ、持ってんだよね、うん、お前は偽物って言われてる、俺の持ってった偽物を本物と交換したんだろ、うん、なんだと、俺の持ってった偽物、ちょっと待って、ここの部分の野上を聞きましょう一回ね、俺の持ってった、お前が持ってんのは贋作だって言われとったんだ、一回のここ の野上さんの返答を聞くね、保管室にあったのも偽物だった、あ、ちょっと待ってね、保管室にあったのは偽物だったんだって言ったのかな、お前が持っているのは偽物だ、残りの報酬はなしだ、開会式まであと1分です、皆様どうぞご着席ください、保管室にあったのも偽物だったんだ、いいから早く逃げろ、今度は野上がもう一回保管室行って撮ってるってことね、いや前川に依頼してて、うん、前川に保管室にあるのを撮らせたん、あの レプリカ持っててね、うん、撮らせてて、前川はここに偽物入れてます、でも2日前に秘書さんが入れ替えてます、本当は本物持ってるってこと、いやでもに偽物を入れてたと秘書さんは言ってます、じゃあマイカは続き聞きます、しくしは俺より先に盗み出したやつがいた、俺より先に盗み出したやつがいた、ゴングなっちゃった、正解は一番最初に絵を盗んだのは前川で、最後に絵を手に入れたのは警備員だそうです、金髪のが本物やったってことやんな、あ、やだからありましたって言ったんが本物だから、あ、ありがとうございます、じゃあ正解を見てみましょう、最初に持ち出したのは前川で最後が警備員、はい、は盗んでるわけじゃないってこと、うん、手にした人、手にした人でした、これはこれはあの絵じゃないですか、絵がいっぱいありすぎてもよくわからない、これを2日前ですが何か、お前が持っているのは偽物だ、俺の星はなしだ、でもなんで、知ってるよ、俺の持ってった偽物を本物と交換したんだろう、でもん、
先生が一丁かましとん。保管室にあったのも偽物だったんだ。早く逃げろ。なんだと。畜生。俺より先に盗み出したやつがいる。2日前より先に取ってると。ええ。買い取ってくれる客が見つかりました。もちろん安全です。ご安心ください。私のポリシーは本物を使わないことですから。着いたら保管室へ行け。金庫がある。メイス、暗証番号はバッチリっすよ。どういうこと。ついてきてない。手に入れとっすよ。ちょ、あんた何するんすか。いや悪い悪い。ほら、お前さんの絵。じゃあ、俺は先に行くぜ。何を盗んだ、見せろ。ほらよ、どうせ休もうっすよ。これが本物なの。素晴らしいわ。生誕システムを使い使いこなしじゃない。使いこなせなかったよ。というわけで、じゃあさっきのフリップないの。見てみましょう、フリップを。はい、もう一回頭の中を整理させてください。ダン。はい、画家である沖崎、うん、失われた美学と称して自らの作品をわざと盗ませ、うん、非常に充実させる計画を企てていた、うん、計画を知った秘書は秘書は作品が盗まれる前に盗み、コレクターの野上に売ろうとした。野上は前川に、うん、前川に作品を盗む。大丈夫、ここまでは。まして贋作とすり替えさせたが、秘書の供述を聞き、盗ませた作品がすでに偽物だったと知る。すり替えた、絵画が偽物であると報告を受けた前川は、潜伏していたトイレで絵を盗んだ金髪と出会う、火災報知器の作動に乗じて金髪の持つ絵画と自分の持つ偽物を すり替えることに成功した、はい。しかし野上が秘書から購入した絵画、実は本物やったよね。偽物。ああ、偽物。偽物であった。前川が盗んだ、絵画が本物で、野上の報告から前川はそれを偽物だと判断、ちょうどそこへ、沖崎の依頼によって絵画を盗んだ金髪がトイレに入る。金髪の持つそれが本物であると勘違いした前川は自分が持つ絵画とすり替えてし、本物ね、絵画とすり替えてしまった。その後金髪は美術館を出ようとするが警備員に止められ、絵画を手放してしまった。結果本物の絵画は警備員により、市場に流通する前に沖崎の手に戻ったのだった。いや、分からんってなんでその上のさ、そうなのよ、そこがちょっと、その前川が盗んだ絵画本物やったわ、まあ、とし、うん、でそれでなんで金髪の持つのが本物であるっていうふうに、いや、そうなの、前川は思ったの。そうなのよ。このだいたい2日前に贋作と入れ替えてるって秘書が言ってんのに、話おかしくない？これ。本物を使うのは流儀に反してるからって言って2日前、これが嘘の話だったってこと？ちょっともう一回ね。しかし野上が秘書から購入した絵画は実は偽物だ。でも野上は本物って思ってる。野上は本物って思ってる。私が持ってるのが本物ですわって、うん、やり取りをされて。秘書は本物の場所と偽物の場所をすり替えてない。なので、もともと本物がある場所に偽物を秘書は置いてない。今のってちゃんと言った方がいいのかな。もともと秘書は、本物の、ある場所に偽物を置いてないと。だから本物のある場所は先生しか知らなくて、それは保管室であった。それを前川が盗んでるんですよ、この本物を。それを前川が、時系列的に言うと前川が盗んだ。それが本物です。で、贋作を入れに来たのは先生ってこと？
ていうか幸か不幸か結局戻ってきたっていうところに面白さがあるわけです。うん、そうね。お前盗まれて流通させたかったのに、いろんなやつが、いろんなやつが嘘ついて、そうだね。やってて、結局っていうオチなんやろね。大変な、青のうさぎちゃんがね、夜にこんな頭使ったら寝れんくなるだから金髪のが本物やったってことやんな。そうですね。金髪のが本物やったで正解ならんかったのは、最後に手にしたのがってことね。そうだね。警備員って言われた時、警備員さんが警備員グルやったんかなと思って一瞬飛び越えた。びっくりしたですね。え、警備員何もマークしてなかったけどってなっちゃったけど、でも面白いですね。面白い。金髪が前川がすり替えた偽物を本物だと思って撮ってるんですよ。金髪が撮ってんの？金髪はその、金髪はおい何すんねんって言ってたよ。金髪は前川が本物偽物とすり替えた方を取ってて、だ金髪はあの前川は盗むじゃん、で自分で作ってきた贋作を保管室にまだ入れてるわけ。で前川はそれで前川が前川持ってるのが本物なんですけど、前川は偽物や持ってるよ。野上から言われて、秘書から言われて、そうそう、ブラフを聞いて、でこれ偽物やんけ、偽物じゃない、前川が持ってるの偽物じゃんってなっちゃう。だからその金髪が撮ってるのが本物なんだっていうふうに勘違いをして、トイレでタバコを吸って、火災報知器のそのごちゃごちゃに乗じて、そのもう一人、もう一人盗っ人がおるっていうのは知ってんの？知らん。でそれは知らない。それでなんで金髪のが本物やって野上は思うの？それないよ、私もそこないよ。ただただ野上から本物が、お前が持ってるのは偽物だっていう情報しか前川はもらってないから、まさかのが、あの、だから自分の目の前に、あ、俺が盗んだ絵があるって、だからもう3枚絵が存在してるんだけど、前川は2枚しか把握してないわけ。私たちは3枚の存在を知ってるけど、前川目線2枚しかないのよ。自分が持ってるのと金髪が持ってるの。だから多分野上は経験上、あなたのそれ複製ですかって金髪言った時に、うん、あみたいなって、多分っていう風にとか、そんな考えるしかないよね。いやでも金髪は本物盗んでると思ってるはずだから、わかんない。そうやで、金髪は本物やと思ってるから、そう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 、でそれがレプリカやなって言われたら、金髪がお、え、あ、お、あ、あってなったから、はい。いやでもすごいね、ここまで話が盛り上がって。そうですね、もうこれはあとで、じゃあ発売情報お願いします、はい、お願いします。ありがとうございます。アンハード罪の代弁は任天堂スイッチ版が税込み1430円、 Steam 版が通常1010円のところ、セール中につき 55% オフの税込み454円で販売中です。気になった方はぜひチェックしてください。いや、トイレのシーンがあったから、ね、罪の代弁がややこしい代弁の方じゃないから代弁だから、うん、ずっとあいつおったから野上とかもはい、皆さんぜひ遊んでみてください。はい、ここまではアンハード罪の代弁をご紹介しました